ケンダリは、インドネシアのスラウェシ島の南東スラウェシ州の州都である。ケンダリ湾の奥にあり、モラモ滝が 65km 東にある。2010年時点で人口は 314,812 人で、スラウェシ島でマカッサル、マナド、パルに次いで4番目に大きい。南東スラウェシ州の州都である。郊外にウォルター・モンギシュディ空港があり、南スラウェシ州マカッサルへの便は多い。市内にはケンダリ港があり、東部インドネシア各都市との間をフェリーが結んでいる。町の中心はコタと言われるケンダリ港の近辺であったが、最近はマンドンガウアウアなどの新興商業地の方が発展している。近代的なホテルも立ち始め、小規模のショッピングモールも開設されて、町は発展傾向にある。主な住民は、トラキ族、トラジャ族、ブギス族、ムナ族など。1831年、オランダの地図制作者のヴォスマールは、ケンダリ地区の地図を作りに訪れた。作業中、彼は、現地人のトラキス人に会い、彼らの王に、宮殿や港を建設したと言われている。1832年5月9日、宮殿が完成した。この日は、ケンダリの設立記念日になった。その後、植民地時代には、ケンダリは、スラウェシ島の重要な都市となり、ケウェダナン地区やライウォイ地区の区都になった。ありがとうございます。